ブレスラウは、1911年浸水の、ドイツ海軍の小型巡洋艦である。マクデブルク級。1914年からは、オスマン帝国海軍所属となり、ミリリと改名された。1911年5月16日浸水。艦名は現在は、ポーランド領となっているブロツワフのドイツ語名である。1912年収益し、 モンテネグロ封鎖に参加した。1913年にはカールデーニッツ中尉がブレスラウの士官に就任している。1911年撮影のブレスラウ第一次世界大戦勃発時ブレスラウは巡洋戦歓迎トと共に地中海に配備されており、イギリス海軍とフランス海軍の追撃を受けて逃亡した2隻はオスマン帝国へ向かって そのままオスマン帝国海軍所属となった。その際、ゲーベンは、ヤウズスルタンセリム、ブレスラウは、ミディリと改名された。ミディリは、現在は、ギリシャ領になっている、レスボス島のトルコ語名である。1914年撮影のミディリ、1914年撮影の、ブレスラウの上院。ブレスラウの上院は、勘ごと。 オスマン帝国海軍に編入された1914年10月29日、オスマン帝国海軍は、国海沿岸のロシア帝国領に対する攻撃を行った。ミディリは、ノボロシースクに対する攻撃を行ったが、ロシア側は保有する、あらゆる艦船より、速力のあるミディリに対し、何ら有効な反撃を加えることができなかった。ミディリの速力は、 当時の国会艦隊で最も新しかった巡洋艦よりずっと優れていたのである。11月18日、ヤウズスルタンセリムとミディリはサール1、岬沖でロシア艦隊と遭遇しサール1岬の海戦が発生した。12月23日から24日の夜、ロシア軍はゾングルダク港を旧式船を沈めることで封鎖しようと。 試みる閉塞作戦を実行していた。24日未明、ミディリはそれら閉塞船と遭遇し2隻を沈没に追い込んだ。1915年1月6日、防護巡洋艦、ハミディエとミディリは、ヤルタ沖で、ロシア艦隊と遭遇し、ミディリは、戦艦、エフスターフィーに、命中弾を与えた。6月10日、ミディリは、ボスポラス海峡北方で、 ロシアの駆逐艦2隻と交戦し、1隻を大破させたが、ミディッリも、命中弾を受けた。7月18日、ボスポラス海峡沖で植来して損傷する。これにより、ミディッリは、長らく修理に入ることを余儀なくされた。1916年3月2日、人員及び物資輸送任務からの帰路、ミディッリは、ゾングルダク北方で短時間ロシア駆逐艦2隻と、 交選した。4月3日、ミディッリは、ロシアの総海底 T-33 を攻撃した。4月4日、ミディッリは、戦艦インペラトリッツァイカチェリーナベリーカイアを中心と、するロシア艦隊と遭遇し、攻撃を受けた。7月22日、機雷不説のため出撃していたミディッリは、シノプ北方で迎撃に出てきたロシア艦隊と出会った。 まず、ミディリは、ロシア駆逐艦、シチャスリービーと交戦した。続いて、戦艦インペラトリッツァ・マリーヤが現れ、ミディリを攻撃したが、ミディリは、直撃弾を受けることなく、逃走に成功した。1917年6月25日、ミディリは、ドナウ川川口への機雷布設などを行った。翌日、 戦艦スボボードナやロシアを含むロシア艦隊と出会い、攻撃を受けた。1918年1月20日、ヤウズスルタンセリムとミディッリは、ダーダネルス海峡を出て、イムロズ島のクスワンにいた、イギリスのモニター2隻を撃沈した。それから2隻は、リムノス島へ向かおうとしたが、その際に、ミディッリは食らいし沈没した。ありがとうございます。